目線がぶれるとボールを見失ったり、うまくラケットに当たらない可能性があるので、常に中腰で目線の高さを変えずに足を動かせるように練習しましょう。反復横跳びの要領でスタンスをあまり変えずに移動するとフォームがぶれずにできます。